はい、汚れはこう中性洗剤で取るようにしてもらって、できればあの2ヶ月に1回ですね、あのお湯で雑巾を絞って、それでこう表面を拭き取ってあげたらいいと思います。雑巾がけって言いますかね。あの当然こう足の裏側の汚れとか、あの油分がついたりするので、そういうものをこう定期的に拭き取ってあげたらいいと思います。まあ、普段のお手入れはそんな風で、なんか汚れがあったらもうちょっとこう、中性洗剤、あの汚れの種類によってもちょっとあの汚れ落としが変わるので、またその辺後で資料を届けておきますね。